今日はちょっとね、さらちゃんと先ほどお迎え行ってあることがあったので緊急で動画を回しました。昨日の夜の10時ぐらいからライジンでもさ、会見でもさ、さらちゃんもさ、僕もそうだけど挨拶ぐらいはしたことあるさ、パンちゃんリナっていう選手わかる？知ってるよ。詐欺容疑で逮捕されてしまったらしいです。そんなん、で今めちゃくちゃ格闘家の人とかファンの人とかがめちゃめちゃ大騒ぎして、ネット上がすごいざわついていると。タケル選手対天心選手の試合のポスター、それを10万円とかでお金を取ってしまって、それがなんか詐欺容疑かなんかで、それをそのファンの人はパンちゃんからもらったから信じたのかな。いや、なんかね、パンちゃん選手だっていうことじゃない。ああ、で、なんかやってるアカウントみたいな。確かに本人だってやった方がさ、信じるよね。うん、それでやってたら、それってなんか悪意だらけで、まあ確かに、なんかさ、みんなさ、なんかすごい叩いてる感じなんだけど、なんかそれがそのタケル選手と天心選手になんか失礼だとか、格闘技を侮辱してるとかなんとかっていろいろこう、なんか品格だとかいろんなことを言ってるんだけど、まあ別に擁護するわけではないんだけど、これは僕ははめられたんじゃねって思った。だってさ、これさ、はやる意味あるのかなって。なんか本人は認めてる、でも容疑は間違い、私がやりましたって認めてるらしいんだけど、でも架空アカウントをさ、やってまでさ、偽のやつだったら、僕本人だったら本人でだって会えるわけじゃん、本人たちからサインもらってさ、で架空のアカウントでやればいいんじゃないの。でもそこまでもらえるほど仲良くなかった。でもだって格闘家の中ではさ、後輩みたいに結構まだそこまでチャンピオンとかじゃないし。いやでも YouTube やってるから、 YouTube のコラボとかでさ、なんとかこうさ、会ってさ、なんでハメられたの。いや、なんかそんなハメられてないと思う。あ、そう。僕の説じゃ言っていい？仮説、うん、まあこれ仮説だと思って聞いて、僕の勝手な妄想だと思って、うん、なんかやっぱさ、そういう悪い人たちっているじゃん。で、悪い人たちと交流っていうか、まあ付き合いみたいのが あって、それに巻き込まれちゃったんじゃないかなっていう。でもそうだとしたら、うん、警察はそれを見つけるから、うん、はめられたとか同じグループとかでやってたの。そうだから、まずさ、今ってさ、今って容疑者なわけじゃん、もう、うん、なんかさ、まだ犯罪者じゃないじゃん、うん、まだ今容疑だから、そのうち詳細が出てくる。そうそうそう、もしはめられたとしたら。そうで、例えばそういうなんかこう、まあ、パンちゃんさんのなんかこう、それをあれする黒幕みたいなのがいて、でなおかつそれを、まあ、パンちゃんさんにさせてたみたいな、で、まあ、そういう組織がぐるみじゃないけど裏でやってる人がいたとしたら、そういうはめられた、どういうはめられ方したかってちょっとね、難しいけど、まあなんかワンチャンはめられたんじゃないか。いや、そしたらわざわざ、うん、パンちゃんがやらないと思うよ。はめられたとしたら、パンちゃんじゃなくてパンちゃんのその悪い人たちがやるよ。アカウント作って、わざわざパンちゃんがアカウント作ってやってんでしょ、うんうん、そうで、そのパンちゃんさんのアカウントがから出したものが、うん、なんかたまたまその氷山の一角、例えば氷山の一角だったりとかして、だから悪い人がもしグル、うん、あのグルだとしたら、うん、他のアカウントでやった方がいいよぐらい教えるよ。ああ、なるほどね。そんなにバカじゃないでしょ、そのグルだって。まあ例えばじゃあそれが組織的なあれじゃなくて、じゃあ例えば裏方が1人とか2人ぐらいだったとしよう、うん、まあ3人ぐらいでやってたとするみたいな、そういうぐらいの規模感。いや、本当のその組織ぐるみじゃなくて、その本当にまあなんていうの、そう、糸を引いてたやつがいるってこと。糸を引いてたやつがいるとしたならばってこと。でもさ、パンちゃんってさ、クボちゃんみたいにさ、あれじゃない、口ポカンと開いてヘラヘラしてる感じじゃないよ。サラが見るパンちゃんは結構賢いよ。ちょっとアホじゃない、アホって言いたい。そう、地頭がいい。いやいや、顔してる。僕もなかなかの切れ者だぜ。じゃあでも自分はなんかそうやって、はい、なんか
はめられる人だからそう思うかもしんないけど、パンちゃんそこまでそうはめられるタイプの人間じゃなさそうなんだけど。でもさ、なんでさ、そこまで別にさ、そこまで困ってるっていうかさ、稼いでそうなのに。そう、そこを僕計算したんよ。で、あのパンちゃんさんの、まあ、さ、バイトマネーとかって相場わかるじゃない。で、まあ、スポンサーさんだったりとかさ、あとまあ YouTube だったりとかさ、でパンちゃんさんはもう YouTube が 14,5 万人ぐらい、で僕たちと同じぐらいいるんよね。月によっては多分100万とか、まあ50万とか稼げる月もあると思う。でプラスそういうスポンサーさんだとかファイトマネーとか、ファイトマネーはね多分ねキックボクシングだとねどうしても安くなりがちだから、まあでもライジンとかだとね高いから、どうなんだろう。まあそれは大小あるとして、多分年収で言ったらまあ 2,3,000 万ぐらいはもらえて、でもし個人だとしたら、まあそこからね、個人事業主だったら税金引かれて、まあ大体半分引かれたとして、まあ 1,000 万から 1,500 ぐらいは多分手残りで年間ね残るはずだと思うんだよね。そう考えると、まあ容疑だけで言うと10万円なわけじゃん。この立件されたものがさ、1回10万円のこういう仕事ってだとして、それバカバカしくないのかなって。でも10回やったら100万。まあそうだね。ただそんなにさ、一番最初にそれをやった、やった時に成功してしまったら、それは成功するんだなと思ってやっちゃうかもしれないじゃん。ああ、なるほど。日頃からお金あったとして、お金いっぱい使っちゃうタイプだとしたら、まあちょっと足りなくてっていうのはありえるかもしれない。なるほどね。わかんない。そんなにじゃあ、無防備だとしたら、じゃあサラが、サラのアカウント貸す？誰かに貸したりとか、サラのアカウントでこれ売ろうぜみたいな。ちょっと協力してよ。怖いって思うじゃん。なんでその、しかも何も知らずにっていうのはないでしょ。まあ確かに。だからかばったとしても、サインをまず変えちゃえばよくないみたいな、誰かが言って、やばいでしょって言うよね。そうだね、いいねとは言わない。いやだってサラですらやんないよ、それ。サラですらって、いやサラちゃんそんな考えたことはあるよ。え、何よって面白い、あの天心がくれたサインっていくらで売れんだろうって思ったことサラにくれたやつ。でもそれをサラが書いて売れるじゃんと思ったことはないけど、なんでかって言ったら、あのサラが書いたらバレるじゃん、バレたらどうすんのって考えちゃうってこと、誰でも。確かに。だから3人で例えばグルがいたとしたら、誰かがヤバくないって言うじゃん。だから一人でやったことなのかなって。サラちゃん、サラにさサインやもらったさ、天心選手のサインをさ、これいくらで、いやオークションで売れんだろうって思ったの。オークションでっていうか、え、これいくらかなって思ったってこと。あ、なるほどね。久保ちゃんのもなんか売ったじゃん、あ、確かに。僕のチャンピオンベルトと、あとなんだ、トロフィーとかも売ったね。いろいろ試合で使ったトランクスとかファールカップとか、いや結構な金額、確かに。あとでも正直、そのサインって正直人、野球の選手とかもそうだけどさ、本人じゃなくても全然似てたらバレなそうじゃん、だからなんでバレたんだろうって。なんかポスターが偽造なんか違ったとか、なんかそれも分かんない話やね。だってさ、いや明らかな偽造だったんじゃない、明らかバレバレのような偽造とか、チャッチーなんかやつとか。いやー、なんか僕はあれな気がするけどね、ハニートラップじゃないけど、なんかさ、トラップな気がするけどな。でもなんでパンちゃんをトラップして、何の意味が。いやだからそういう引っ張りたい人がいるんじゃない、パンちゃんを。それってさ、なんかさ、なんでトラップだと思うわけ。僕だってトラップされてさ。トラップじゃない、それってトラップな、久保ちゃんはなんでトラップされるかっていうと、自分がやっぱりやましさがあるからだよ、全て。その人が完全に防御っていうか、お堅い人だったらトラップなんてされないの、まあ確かに。
脇が甘いところもつくところがあるってことだね。そう、つくとこだらけなんだよ。はいはい。だからトラップなんてさら存在しないと思ってる。トラップかけやすいって思う悪いことしてる人とか、うん、トラップかけやすいって思ってる、うん、その遊びまくってる人とかにトラップかけんだよみんな。この人すぐトラップかかるって。だからサラはパンちゃんはトラップかかるような緩い人ではないって。サラ緩いっていうか、うん、思うのサラ。ハニートラップとか、うん、はめられたとかってただの言い訳にしか聞こえないからね、うん、その人からす、そのさ周りからすると。なるほど、擁護しもうだってもうああやってニュースになっちゃった時点でさ、うん、どんな言い訳したってさもうああやって書かれちゃうわけじゃん。確かに。そういうイメージついちゃうわけだ。だからなんかサラたちがさいくらパンちゃんははめられたと思いますって言ったところで、いやはめられたと思いますとは言ってないよ。じゃなくてそういう見方もなんかこうあるんじゃないのかなっていう、僕は勝手に説を言ってるだけ。そう、わかんない。なんかこれからねどんどんさいろんなことがわかんない、そういう会見とかさ本人も多分ね、記者会見とかそのうちするだろうしさ。清く普通にお金なかったから、うん、ちょっと変なこと考えちゃいましたの方がまだ素直で、そこで変にいや騙されたんですとか、うん、周りからなんかその言われてって言ったって断ることはできたじゃんって言われちゃう。まあ確かに。だからお金ちょっと欲しくてやっちゃいましたぐらいに言った方がいいじゃん。確かに。お金ね、そんなにきつかったのかな。だからちょっとなんか足りなかったんじゃない。ちょっと iPhone 買いたかったんじゃない。今 iPhone 高くなってるしね。10万円じゃ iPhone って買えないよ。物価がちょっと高くなりすぎてさ、うん、参ってたんじゃない。なるほどね。何らかの理由があったかもしれない。すごい今叩いてる人たちは格闘家とかもなんか関係ない人たちまで総攻撃してる。いる？叩いてる。めちゃめちゃすっごい叩かれてる。そうなの？うん。なんか同じ女子格闘技の人たちとかも結構なんかそういう。女子はさ、女子は格がとかなんか。女子はパンちゃんは人気だったから叩くんだ。ああ、なるほど。わかんない、それを言われたらさら女子に怒られるけど。そうかもしんない。女子はさ叩く。でもそうかもしんない、結構、うん、半分ぐらい、うん、男子だってさ強い選手がさ、うん、そうやって逮捕とかされたら叩くと思う。確かに。もう僕もね炎上した時めちゃくちゃ関係ない人たちから結構わーわー言われた経験があるからすごくわかるけど、だから女子の叩きはあんま気にしなくて。多分半数以上は多分半分ぐらいの人、3分の1かな、3分の1はまあ面白がって多分わーわーやってて、で3分の1ぐらいはの人はなんかまあ本当に怒りってのかもしれないけど。男の人はパンちゃんのこと叩かないんじゃない。いやすごいってめちゃくちゃ叩いてるよ、いろんな人は。男の人、うん、男の人も男の選手も。パンちゃんなんで叩くんだろう。だからそういうことだからで、なんかまあ3分の1ぐらいの人は多分嫉妬もあるかもしれないね。なんていうかな、ほらそのパンちゃんさんってもちろん実力もすごいあったけど、なんかこう本当に 2,3 年ぐらい出てきた選手なんだよね。つまりだから、うん、このキャラクターとか、そう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 、その可愛いから来たとか、そう、それでやっぱフォーカスされてタレントみたいな。あ、そうだね、タレントさんみたいな感じで、まあ、格闘家だけどモデルさんとかみたいな。でもそれもさ、してみたいな。それもで人気、最近の格闘家ってそういう人多くない。まあそう、だからそれで叩いてる人とかは結構いるよ。でもここまでさ上がれるってことはパンちゃんがさ知名度あったってことだよ。確かに。サラちゃんさすがだね。サラちゃんはでもそういう叩いてる人たちどう思う。サラは別にパンちゃんのこと叩く気も一切ないし、うん、みんなさ、うん、みんな犯罪とは隣り合わせっていうかさ、明日自分が犯罪を犯しちゃってるかもしれない実は。ほうほうほう。というか自分は絶対犯罪を犯さないって思っててもさ、気づけば犯罪してたりとかってこの世にいっぱいあるだろうし。ほうほうほう。例えばじゃあ自分がすっごい貧しくて、うん、
誰かがすごい困ってて隣にいる家族とか、うん、そしたら犯罪しちゃうかもしれないしさ。あ、つまり隣り合わせなの。明日は我が身だってことか。そう、明日は我が身なのに、うん、あの自分は今別にいや悪いことしないし働いてるし、うん、それだったら働くしとか、うん、それだったら死んだ方がマシだしとか言う人いるかもしれないけどさ、うん、じゃあ逆に自殺した方が偉いのかって話になってくるし、確かに自殺するか悪いことするなのかって考えたらどっちもどっちじゃない？まあ確かに。でもさ、さあの自殺する人はさ、うん、みんな叩きにくいからさ、うん、絶対叩かないじゃん、うん、ほとんど、うん、確かに守る人が多いの、うん、でもさ悪いことした人はさ叩くじゃん、うん、やってることってどっちが悪いのかって思ったらさ、うん、どっちもどっちじゃない？確かに。なのになんで生きてる人を叩くんだろうって思わない？確かに。悪いことしちゃったんだったらさ、更生するようにさ、戻ってきやすいようにしてあげた方がさ、向こうもさ、更生すると思うね。ああ、確かに。そうだね。なんかこれで確かにそのパンちゃんさんがその、そう、戻れなくなっちゃったら、もう悪いことして生きていくしかなくなっちゃう。うん、もう今格闘技もそうだし、芸能界も多分そうだけどさ、うん、復活できるチャンスがある、うん、時代になってんじゃん。ほうほうほう。普通にさ悪いことして逮捕された人でも、うん、何年か経てば、うん、テレビ出てたりするよ。はあはあはあ、格闘技もそうだけど、うん、勝てば、うん、刑務所入ってましたとかいうのが美談になってたりするじゃん。はいはいはい。だからそれが格闘技なんじゃないのって思う。なるほど、確かに。だから、うん、なんかその潰す、叩いて潰す、うん、そもそもそういうものじゃないじゃん格闘技。格闘技だけじゃないけど、確かに格闘技は確かにね、サッカーとかさ、野球、そうそうそう、ゴルフのような紳士的な確かにスポーツではないからね。確かに。ただまあ我々は一応ね、そのサラクボ格闘技教室といってね、そう、小学校、そういうイメージがさ、そういうイメージを変えたくて、やっぱりなんていうんだろう、そういう無料の格闘技教室とかさ、うん、社会貢献活動やってるっていう、やりたいっていうさ、やっていたいって思いは確かにあるけど、もともと確かに格闘技はね、そういう野蛮って言ったらそうだけど、まあ誰もがどんなに悪だった人でも、うん、一から頑張れる、一から、はい、やり直せる、チャレンジして、うん、頑張れるのが格闘技って感じじゃん。確かに。だからそんな叩いてさ、パンちゃんを潰すようなことしなくて、うん、いいんじゃない？確かに。また戻ってこれるように、うん、その時にじゃあ貧しくないように、うん、その貧しくなった時も、うん、なんかさ、助けてあげるのはさ、どうやって助ける、うん、周りのやっぱり言葉とかさ、うん、だから自殺しちゃう人と同じだよ。周りが支えてあげればよかったじゃんとかみんな言うじゃん、はいはい、なんでそうやって犯罪を犯す人には、うん、そうやって優しい声をかけてあげられないんだろうと思うの。優しい、そうちゃん。だけどダメだよ、うん、犯罪何回も犯す人はもうさ、呆れられちゃうけどさ、はいはい、何回も何回もそれでも優しい言葉かけられても、うん、何しても更生しない人はさ、うん、それはもうみんなから手見放されちゃうかもしれないけど、うん、まだ今回さ、うん、最終じゃん。確かに。まあ今回一応まだ容疑でね、一応その本人は供述では認めてるっていう報道でしたけど、一応まだ容疑がかかってる状態だから、まだ判決はね、多分もう出てない状態だけどさ、それが起訴されるのか、そのどうなのかっていうところももちろんあると思うし、あとはそのパンちゃんが何を話すかとか、うん、それによって、うん、全然違うよね。ああ確かに。こっからのなんか、うん、ぶり返しっていうかさ、巻き返し、巻き返しが違う。あ、だって全然ごめんなさいってなったらなんか、うん、もちろん被害者の人とかにもすごい謝ってさ、はいはいはい、あとタケルと天使の謝って、まあ、謝られてもって感じなのかもしれないけどタケルと天使って確かに。謝って、
まあでも僕はなんかもう話をさあれするようだけどさ、僕だったらまあ僕はさ結構さお金一瞬なくなった時あったじゃん昔。その時自分のそういうさトロフィーとかさトランクスとかさ試合のそういうバンテージとかさ売ったよ。じゃあサラが思うのさ自分の売ればいいんじゃない。そう天心とタケルじゃなくてさ、うん、そうパンちゃんのいいじゃんって。そうパンちゃんさんだって十分ブランド力あるんだから、うん、パンちゃんさんのなんなら僕サラちゃんのさコスプレしたコスチューム勝手に売ってあれ 20-30 万ぐらいになったのかな。ハロウィンでコスプレしてさすがにコスチュームは売らないだろうけど、コスプレしたサラちゃんのやつがさうちにポンって置いてあったから。でもパンちゃんのキャラクターじゃないじゃんその例えば、うん、なんかパンちゃんが自分でさこれ私の売りますっていうキャラではないじゃん、うん、サラたちはさそういうお笑いキャラだけどさ。なるほど。こうなる前になんかもし仮に自分自身でその本当に売っちゃってたね、そういうことしちゃってたとしたら、そうなる前にやっぱりこうなんかこうさそれをさらけ出せないけどさ、今もクラウドファンディングとかさ、そうね、たくさんいろんなさ方法あるじゃないね、なんかこうなんていうのかな、自分をマネタイズするっていうかさ方法っていっぱい今の世の中やりやすいから。それこそさ YouTube とかもさ、うん、誰とやってんのか知らないけどさ、うん、もしかしたら自分にあんま入ってこないのかも。なるほどね。サラちゃん すごいな。そっか、そういう考察もある。だからお金実はなるほど、そんなにないのかも。ちょっとあれだね、闇が深そうだね。それか、うん、もう軽いノリでやったか。ああこうなると思わなかったみたいな、ね、でもさわざわざその作ってまでやんないとしたら。そうなんだよ。だから結構手の込んでることっていうかさ、じゃあ人のサインを真似てあれするって。人のサインって手の込んでる。だってポスターだって作るわけでしょ。ポスター作るのがちょっと手込みすぎじゃない。そうだ、ポスター作るってそれを実際そのなんかもらった人がこれが偽物だって分かったっていうのがすごい、ね、なんでその人は落札してんの。だって本物を持ってるわけでしょ。本物を持ってて、なんでもう一個その落札するんだろう。ん？だって本物がないと比べないと偽物分かんないでしょ。何個もやってるからでしょ。一個じゃなくて。あ、出してたのがってこと。一個だったら本物でいいじゃん。あ、なるほどね。いっぱいやってるために偽造を作ってんじゃないの。いや、そうじゃなくて買った人だよ。買った人がこれ偽物だってなんで気づいたんだろう。いやだから相当な二重にこうなってたりしたんだと、うん、じゃないと気づかないの。確かにそうだよね。だってサインなんかぶっちゃけさ誰がしても結構さ変わるじゃん。でもポスターで気づいてサインをよく見比べたら全然違ったとか。ああなるほどね、そういうことか。確かに。だってさ買う人ってさ、うん、そもそも偽物かって絶対疑うよ。あーそっか。それか買う人自体が警察のスパイだったか。はいはいはい。警察ってさそういうの目光らせて探してそうじゃない。ああだから最初からそういうのが最近多いっていうのを知ってる警察がわざとそうやってオークションで落札したとか。なるほどね。もう探偵みたいになってるけど。いや本当だよ。だから、うん、逆に周りは守りすぎてなんか、うん、もう守りすぎてパンちゃんがそしたら逆に悪くなるから、うん、今回パンちゃんがただ、うん、ただちょっとお金がなくてやっちゃいましたの方が、うん、丸く収まる。変に言い訳するより。なるほどね。サラだって全然隣り合わせで、うん、いつかお金がなくてお金がなくなった時ってその思いついちゃったらさ、うん、でもさビビっちゃうからなバレるだろうバレるだろうって思ったらできないなかったりするけど、うん、本当に明日は我が身ってみんな思っといた方がいいって思う。確かにね、その通りだな。みんな叩いてる人もいつどこで何にね足元救われるか分かんないから。そうだ、うん、本当明日は分かんない。人が転んだ時に、うん、だからそうやって足元を救っちゃダメよって。
うん、叩いちゃったね。そうだね、本当その気持ちは大事だと思う。そういう風にしてる人はちょっとどこか必ず人生で失敗するっていうかね、大変な目が起きると思う。本当にそれは本当そう思う。絶対こう、うん、帰ってきちゃうもんね。うん、まあでもパンちゃんは知名度があったってことだよ。まあそうだね。すごくあったから、うん、こんなに叩く人もいっぱいいるんだ。確かに。それで社会のみんなが許してくれるまで謝るしかない、うんうん。そうだね。今日はね、まあ、ちょっと今すごい、ネットがざわついてたので。急遽ね、サラちゃんが深いことを話してくれたので、あの急遽動画を回しました。サラでもいい意味であんまり興味ない。あ、そう興味ない。だってサラの人生に何も関係ないの。まあ確かにそうなんだよね。みんなも確かにその人生に関係ないから、そんななんか悪口だったりあれするの良くないと思うんだよな。そんな感じでまたね、明日からはねちょっといつも通りの、はい、動画に戻りたいと思います。ということで今日は急遽動画を回しました。いいねとチャンネル登録の方お願いします。ではまた。